どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツです。今回はベテルギウスの最新ニュースというテーマで動画をお送りしていきたいと思います。でこちらのオリオン座ですね、オリオン座の右肩に位置するこちらのベテルギウスという恒星があります。でこのベテルギウスは2019年の末から今年の2020年の2月下旬あたりまで、まあ、本当に最近なんですけど、急激な減光を続けていて、まあ、過去に類を見ないほどまで暗くなったということで、超新星爆発が間近なのではないかということで、すごく大いに地球人を賑わせていました。まあ、そんな具合ですごく減光が著しくて話題性に富んでいた恒星だったんですけど、ここ最近はですね、増光に転じていることが明らかになっていて、まあ、ちょっと平常運転に戻りつつあるのではないかということで、すごく、まあ、爆発信者にとってはちょっと悲しいニュースが入ってきています。なのでね、そちらを紹介していきたいと思います。で今グラフが出ていると思うんですけど、こちらが去年9月1日から現在に至るまでのベテルギウスの明るさの変化を示した最新のグラフとなっています。で横軸はこれ日付でして、これ2019年の9月1日とで2019年の10月1日で徐々にいっていって、で最後には2020年の2月1日という風になっています。で縦軸がベテルギウスの明るさですね。でこのマグニチュードというのは地球から見たベテルギウスの明るさ、地動儀を示す数値なんですけど、まあ、これ上が 0.6 とで一番下が 1.8 っていうのを示していて、地動儀は数値が大きくなるほど暗くなることを示してるんで、このベテルギウスのコンマですね、このプロットが下に行くほど暗くなってるってことを示してます。でこのグラフを見ると、このベテルギウスはですね、10月末からこれぐらいですか、まあ、これぐらいから急激に暗くなっていって、2月末の、あたりでは、1.6 ぐらいまで落ちているので、 0.6 なんぼから 1.6 なんぼぐらいまで、4ヶ月間ですか、4ヶ月間でそれぐらい、地動儀が 1.0 増加しているということがわかります。で 1.0 というのは、まあ、その1等星2等星という括りがあると思うんですけど、地動儀が 1.0 増加したということは、1等星分括りが暗くなったと、1段階、まあ、下の括りになってしまうっていうぐらい、明るさが変化しているということを示していて、で具体的にその数値で言うと、元の 0.6 と比べて 1.6 の明るさというのは 40% の明るさでしかないと、 2.5 分の1っていうことになります。人間の目でも明らかにわかるぐらいの変化をしています。で、しかもですね、この 1.5 っていうラインがあって、これを下回ると、まあ、正式に2等星の明るさに分類されます。まあ、なので、ベテルギウスは完全に2等星の明るさにまで下がっていたと、暗くなっていたということになります。まあ、これだけ本当に急で激しい減光というのは過去に観測いろいろしてきましたけど、例を見ないほどだったので、非常に、まあ、しかも、2月末になるまではまだまだ減光止まんねえということで、すごく大きなニュースになってました。まあ、なんですけど、この2月7日から2月13日ぐらいにかけて、まあ、具体的にこの日だっていうのはないんですけど、まあ、それぐらいの間にかけてちょっと増光に完全に転じていると。で、ここ数日に関してはもう完全に徐々に明るくなっていることが分かってます。で、現在では 1.5 等級ぐらいまで回復してきていて、でもうすぐに1等星の明るさである 1.5 以下にまでなっていくというふうに考えられます。でこちらの画像は別の動画でも以前、最近ですね、紹介したんですけど、こちらはですね、ベテルギウスの去年1月の様子と去年12月の様子を直接観測したベテルギウスの姿というのを比較した画像となっています。まあ、この画像から見るとベテルギウスがなんか変形しているようにも見えますね。ということで、このベテルギウスの変形が現行の原因であったとすると、まあ、それこそ本当にベテルギウス本体の存続の危機に関わる重大な変化なのではないかということで、まあ、それもまたニュースになってました。まあ、ただ今回の増光を見ると、実際のところはこれはベテルギウスが放出した塵とかガスがその前に、ただ通過しているだけに過ぎないと、もしくは表面の温度が一部例外的にこれ下がっていて、ちょっと明るさが暗くなって見えると。まあ、そういったこのベテルギウス全体の存続に関わるような重大な影響ではないことが原因であるっていう可能性がちょっと高くなってきたんですね。まあ、そんな具合で今回のベテルギウスの現行騒動っていうのは、まあ、ちょっとね、最終的には増光に転じていて、まあ、理由もなんか物質が通り過ぎただけみたいな、残念な理由であるってことがちょっと可能性高くなってきているってことで、爆発を心待ちする勢からすると、先延ばしになった感がちょっと強いかなと、まあ、若干残念な気もします。
まあ、ただ、どの道ですね、前例がないぐらいの原稿があったっていうのは、これは紛れもない事実ですので、これから観測を続けていって、その、明確な根拠といいますか、動向っていうのを見ていく必要があると思います。それでは、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。宇宙ヤバイチャンネル、中野ひとのキャベツでした。宇宙ヤバイチャンネルでは、こういった、宇宙の最新ニュースだとか、宇宙関連の雑学、美しい画像なんていうのを毎日、紹介した動画を投稿しています。なので、この動画が面白いよと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。宇宙ヤバイチャンネルオリジナルペンダントが好評発売中です。Twitter とブログもやってるので、この動画の概要欄からぜひご覧になってみてください。